思ってる。どう？電波悪いですか？なんか、いや今ホテルにいるんですけど、どう？電波悪いですか？画質とかどう？めっちゃありがとう、ハートに、音符に、だるまに、なんだ、クマに、お花に、めちゃくちゃたくさんありがとうございます。止まった？動いた？え、今どうですか？なんかね、電波良くない？ちょっとテレビつ、ちょっとテレビつけてんの？しかもなんかちょっと暗くて、見て、どう？なんか私じゃないみたいスポットライト、スポットライト、これでちょっとなんか、なんかない方がいい。あれ、あ、わかったない方がいい。え、こうは、あ、全然ダメだ。こうやって。それでは今から取り調べを始めたいと思います。やったんだろー、さっさと吐き出せって感じで。ちょっとリップ塗る。はい、私がやりました。折れるのが早いですね。ちょっと、あ、どう？これなんか曇ってるな。どう？あ、どう？いいんじゃない？いや、なんか眩しいない方がいい。でもないとなんか暗いんですよね。許してください。黙秘します。ダメですよ、喋ってください。これさ、ホテルのさ、なんかこんなライトがあるんだけどさ、ちょっとゴニゴニしてる。難しいですね。ちょっともうない方がいいのかな。もうないと暗いんだよね、結構。なんか照らされて。ありがとう。正解じゃないね、このライトの位置は。どう？ここなんて。あれなんかな？ちょっと。あ、絶対こうだ。向きがね。あ、これライト。電波大丈夫そう。なんか電波悪かったのかな、最初。テレビの音が入ってる？大丈夫かな？よいしょ。ハートもありがとう。ジージーもありがとう。今日はね、ホテルからです。こんばんは。中村舞です。お疲れ様です。オープンもありがとう。そう、移動してました。めっちゃ肩が凝ってます。もうこんなにも肩が凝ってるのが分かるぐらい肩が凝ることはないんですけど。夜ご飯食べましたよ。で、今この食後のコーヒーをね、あ、なんかついだんですけど、眠れなくなって思いながら飲んでます。止まったって。なんかね、電波悪いらしい。 Wi-Fi つなげようかな。え、ちょっと待って、なんかさ、超電波悪いの。どうして、なんでだろう。待って、繋がないんですよ。
うん、なんか無制限なんで、そのあれがギガ。そう、あった、ちょっと待って待ってて、どうですか今テレビで海馬の増やし方ってやつやってるんだけど、超気になる海馬の増やし方。何海馬の増やし方って。ただいま。え、どう、大丈夫そう。良くなった。え、海馬なんかね、嘘、脳の話、何ですか、覚える記憶のところ、なんかシナプスとかそういう感じのところの海馬の増やし方ってやってるんだけど、海馬増えるもんなんかいね。私も増やしたい。昼間日光を浴びる、おまかいな、海馬増えるんか。増やしたい。だって記憶力良くなるんじゃないん、知らんけどね、増えたところで良くなるかは知らんけど。ありがとう。え、どう、止まらん、大丈夫そう。なんか電波がね、あんまね良くなかったみたい。一人部屋、そうそう、一人部屋だよ、このホテルに戻ってきて。ナウって感じ。愛の重さだけをずっとリピートしてます。皆さん愛の重さ、あのサブスクでも聞いてほしいですし、ミュージックビデオも見てください。え、あのまだ入ってないもんね、ショールームには。もうなんか愛の重さ結構歌うのむずいんだよね、なんかサビがむずい。トゥルル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 っていう、なんかトゥルルが、だからなんかレコーディングの時になんかうまく歌うのむずいなって思いながら歌った記憶ある。最初のイントロ好き。イントロは結構重めから始まるけど、 A メロ B メロは結構なんですかね、軽いんですよ、なんか軽やかな感じなんですよ。でもサビになったらまた重くなるんですよ。でまた2番の AB は結構軽くて、2サビはまた重たくってみたいな、なんか結構その軽いと重いっていう、なんか曲調、なんていうんですか、メロディーのそういう対比もなんかすごいおーって思いますね。ずっと重いだけじゃなくて、聞くたびに感動。愛の重さ、まあ、ありがとう。重さはなんで逆さになってるの？あれだよね、なんか YouTube とかに載ってるあのあれだよね、ティザーからずっと反対だったよね。あとなんだっけ、のもなんかちょっとなんか違ったよね。なんでなんだろうね、こじれてるんじゃない。こじれてるわけじゃないか。なんかなんかね、確かにちょっとなんか違和感がすごかったね。分からん。なんでだと思う。分かんないけど、愛の重さ。私さ、この間さ、曲振りした時にさ、愛の重さ
まあそれだけ聞いてください。愛の重さって言うんですけどね、なんかテンパっててその時愛の重さって言っちゃって、でなんかそのイントネーションは違うみたいな、の愛の重さじゃなくて愛の重さだから、なんかイントネーション間違ってたよって言われて、でなんかもうむずい、もうあれの曲振りめっちゃ緊張する、なんか曲振りに緊張するなんか間違えそうでイントネーション、なんかそう STU のカップリング曲に制服の重さっていう曲があるんですけど、制服の重さとは言わないんですよ、絶対にそれは制服の重さなんですよ、だからそのテンションで愛の重さって言ったらそれは違うんです、愛の重さらしい。ありがとう。誰が決めとるか分からん、まあ自由なんかな本当は。でもなんかイントネーションがまああの何ですかちょっと違うよっていう指摘はされたりするけど、今回の衣装はどう？気に入ってるところ教えて。今回の衣装はあの制服なんですけど、水色のね、なんと STU が膝小僧を出しました STU が膝小僧を出すことはあまりないんですよ、なんで私はあのショーパンなんですけど、ショーパンにチュールかな、4種類あるはず、え3種類か、あれ待って待って、ちょっと長めのスカートショートスカートチュールにパンツ、あ3種類だ、3種類あるんですよ、そうそう。どうやって決めるの、なんかこれはねあの衣装チームさんとかマネージャーさんとか、まあ、みんなが話し合ってイメージだったりで決めます。え4種類か、あれ3期生の合わせると4種類、あ3期生のは全然違う感じの制服なんですけど、そうそう今回は夏用と冬用で全然そう違う感じで、冬はジャケット羽織ってる。で、その夏は半袖のやつがある。愛の重さのミュージックビデオ、ミュージックビデオというか、ま、夏用と服用が、服用じゃない、冬用がバラバラになってるんですよ。だから、ジャケシャもそうなんですけど、あの夏服着てる人と服じゃない冬服着てる人がやばいやばい、さっきから冬のこと服って言っちゃう、冬服着てる人がバラバラにそう混在してて、そうなんですよ、あのライブの時はみんな半袖、あの 夏用で統一されてるんですけど、ジャケシャとかミュージックビデオはあのどっちも混ざってます。服冬用、4分ありがとうね、可愛いよね水色の、ライブは基本冬用じゃない夏用なんですけど、陸上部めっちゃ走ってたからね、ガンダッシュ、
本当に本当に朝からありがとう。めっちゃさ、もう走る前から監督さんと助監督さんっていうんですかねに、まあもうほんと朝からね、もうほんと走る前ですよ。あ、ちょっと待って、充電してない。走る前にもうめっちゃ言われてっていうのも、もう本当に全力で走ってくださいねって言われて、でなんか全力でもう本当に走るまで終わんないからって言われて、でその腕をこうやって横に振ったりとかせずにちゃんとこうやって縦に振って、足もめちゃくちゃもうももを上げて、もう本当に全力でダッシュをするんだみたいな感じで、そう、もう最初に言われたんですよ。で、あの、はいってなって、いやもちろんそれはもう全力で走るつもりですよ、もう。で、そう、それでもう、カツを入れられて。ありがとうございます。いやね、すごいね、いっぱい走りました。あのグラウンドを、そうカメラに、トラックにカメラが乗ってて、でトラックと並行して走るんですよ、ずっと。でそれをこう行きも帰りもずっとやってそうトラックと同じこう速度感合わせて走るみたいな。ランニングフォーム綺麗だった、嬉しい、本当に。ありがとう、ありがとうございます。トラック、もしもマイケルが足遅かったら、いやでもね、私別に足速い方ではないんですよ、そんなに。50m 走、多分ね前やった時に8秒6ぐらい、 8.6 ぐらい、いやわかんない、9秒いかないぐらいだと思うんですけど、ありがとうございます。でもあの走るのは嫌いじゃないです。結構あの普段から走ります。いや早送りじゃないと思うよ、遅いから早送りにしようって違うと思うんですけど、ありがとうございます。あのねダンスシーンがなんか床っていうんですか、床っていうかその踊るところが校舎の中にあるところで、まあ、踊ったんですけど、なんていうんですか、あの石がいっぱいある感じのところで、なんか結構足がこう持ってかれそうになって、むずかった。なんか平らじゃなかったんで、そう中庭的なところ、なんか砂利っていうか結構大きめの石だったんですけど、その不安定な感じで、ありがとうございます。いや実際に生徒さんがいらっしゃる、そう
高校で本当にちょうどもう授業中とかだったんで、キンコンカンコンとか鳴ってて、でキンコンカンコンって鳴ったら生徒さんがいっぱい出てきて窓からじーって見てて、キンコンカンコンってまた鳴ったらみんな帰ってっていう、でまたキンコンカンコンってなったら、なんか休み時間の途中途中みんなが出てきて見てて、そう授業やってましたよ。なんかその中撮影させてもらってました。中庭とか借りて。ありがとう。ありがとうございます。何回ぐらいダッシュしたかな、わかんない、結構ダッシュしたよ。あのグラウンドは1時間ぐらい多分走ってたのでそうですね、めっちゃ筋肉痛でした。なんかそうそう、撮ったのがもうドラさんコンサート、なんかコンサートの次の日、次ぐらいだったんですよ。次の日ぐらいに振り入れして、次の日、その次の日ぐらいに撮ったんで、そうもう何の痛みか分かんなくってなんかあのコンサートで痛かったのか、あ舌から痛いのか、これ何で痛いんですかねって思うぐらいでしたね。なんかなんで痛いのかが分かんない痛さ。そう筋肉痛になってました。甘いの？飲み物。甘いよ。あのコーヒーなんだけどさ、コーヒーなんかあの眠れるかなもうなんか食後に飲みたくって、どうしてもコーヒーがで、そう飲んでます。ブラックではない、あの入れました、ミルクとシロップ。多分カフェインは入ってます。甘い。ハートもありがとうございます。何個？2個2個2個あのミルク2個シロップ2個2個2個でもさ、少ないと思うけど、この大きさですからね、まあ。ありがとう。アイス？そう。冷たい。こう見えて。こう見えて冷たいんです。あの、氷入れてきた。ありがとう。
え、なんかさ飲み物さ、アイスコーヒーの時でもさホットが出てこない？なんか出てくるよね。なんなんですかね。ホットを冷たくするって感じじゃない？え、なんかコンビニとかもそうじゃない？なんかアイスコーヒー飲もうって思ってもさ、ホットが出てこん？ありがとう。容器がホットよみたい。これしかなかったの。これしかなかったんですよ。ホテルので作ったんですよ。あのなんかフリードリンクみたいなとこで。そう。あのこれコンビニとかじゃなくて、ホテルのフリードリンクコーナー。そうそう、無料のやつ。そう、あのよくあるじゃん、こう下の階とかに。ありがとう。氷入れて作った。なんか雨みたいな音する。雨、雨じゃないよね。昨日ささやかりんと喋ってたんだけどさ、あれ昨日だっけ？なんか待って、出来事が昨日のことのように感じない。昨日だったかな。昨日さやかりんと喋ってたんですよ。そしたらさ、なんかなんでこの話になったかは覚えてないんですけど、なんかラーメンの話になって、でなんか私はラーメン5年に1回しか食べませんみたいな言ってて、でえみたいな、オリンピックより食べないんだねみたいな話をしたんですよ。なんかさやかりんはもう5年に1回ぐらいしかラーメンを食べないって言ってて、でマイキューさんラーメン好きですよねみたいな話してて、でえなんで食べないのみたいな。そうしたらなんかあの全部が同じ味だからですみたいな言っててだからなんかラーメンがいろんな味でこうちょんちょんってこうなんかいっぱいちょっとずつ出されたらいろんな味をだったら好きかもしれませんって言ってて、そうなんかそうそう味変があったらいいのかもしれないですとか言ってて、でもちょっとこれはあのラーメン屋さんでなんかそういうラーメンが出たら面白いなと思ったんですよ。なんかあのミニラーメン4種類とか、そうなんか全部同じ味だからもうでも5年に1回はちょっと5年に1回ってもなったんですけど。ありがとうございます。ちょっとねラーメンのうまさを教えてあげたいですね。こんなにも美味しいのに。サラピはラーメンほぼ食べたことないらしいよ。なんか私なんかの時にサラピがそれ言っててさ、ラーメン食べんみたいな。え、なんかえ、でもさやかりもサラピも福岡出身で、え、なんか博多の豚骨ラーメンとか食べんのって思ったんですけどね。なんかサラピもあんまりラーメン食べないみたいな言ってて、なんかさなんかの時になんかサラピがあんまラーメン、私はあんまりラーメン食べないんですみたいな話をしてたんですよ。そしたらなんかなんかの時の資料にスタッフさんがサラピラーメン NG って書いてあって、いやラーメン NG ではないと思うけどなんかラーメン NG ってなんか情報書かれてて、なんかサラピラーメン食べんことになっとるわと思って。いやそうそう美味しいのにね。でもラーメン意外とあんま食べないよみたいな人も結構いるよね。多分 NG で間違ってないみたい。そうなの？
やった豚骨が無理って人も。私ねちっちゃい頃豚骨がちょっと苦手だったんですよ。なんですけど、おとってりしたラーメンが得意じゃなかったんですよちっちゃい頃。なんですけど大人になってからもうコッテコテが大好きになって、本当にそう、なんか大人になるにつれて、うん、豚骨美味しいと思うようになった。わかんないけど、なんかちっちゃい頃がね、もともとあっさりしたものばっかり食べてたんですよ。なんかケーキも生クリームとか食べれなくって、チーズケーキ、絶対に誕生日ケーキは絶対チーズケーキだったし、そう、なんか甘いコテコテのものも油のコテコテのものも食べれ、うん、難しいって感じでだったんですけど、大人になったらもう生クリームも大好きだし、もう油も大好きになりました。反動なのかな、うん、そう、ジローとかも大好きだし、家系も好きだし、魚介系はどうだろう、あんまり食べんかも、全く食べんことはないけど少ないかな、うん、ラーメン部長はソラハもね、ソラハに言ったんで、最近ラーメン食べたって、ジロー食べたって聞いたら、いや最近食べてないねって言ってて、ラーメン自体をあんまり、そうだから今度行こうよって話したんですけど、なんか映えるところに行ってしまうねんって言ってて、カフェとかってなんかそう、でもラーメンってなるともう早くもう麺も伸びるし、早く食べないといけないじゃないですか。あ、でも確かにソラハ天下一品好きなイメージある。麺は全部好き、大好きだよん、ちょっと待って、よいしょ、広島のラーメンは豚骨醤油って感じだな、ん？醤油豚骨？どっちだ？豚骨醤油かなどっちか分かんないけど、ラーメンで広がる話、さやかりんの話から、最近のトピックス、さやかりんが5年に1回のラーメン、あと最近はなんか癒されるのがあってあのくるくるとあずみんがめっちゃ仲良しなんですよ、本当にめっちゃ2人仲良くって、で2人とも結構小柄じゃないですか、華奢で、でよく2人で一緒にいるのを見るんですけど、めちゃくちゃ可愛くって、本当にそう、どうしてありがとう、なんかね、でもなんか2人がなんかそう、なんかね、その見た光景はなんかあずみんが座ってて椅子に、こうくるくるがこう来て、そしたらあずみんがこうやって膝叩いておいでってやって、そしたらくるくるがチャ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 って走ってって、であずみんの上に乗って二人でこうなんかニコニコしながらずっとおしゃべりしてて、なんかめっちゃ可愛くって、それがで、そう、なんかあずみんのお姉さん感もなんか可愛いし、くるくるのなんかワンコね、ちょっと犬に言ってるみたいな、なんか2人の絡みがめちゃくちゃ可愛くって、なんかね楽屋で
いつも一緒にいて2人でずっとなんかしてるの。もうそれがすっごい可愛くって、そう最近めっちゃ癒されてる。なんか楽屋でそれを見て、え可愛いな可愛いな。ね、可愛いよね。撮ってください。え、これ写真ではでもね、いやなんか動画とかもなんか見せてあげたい。本当にもうなんか可愛い、あの空間可愛い。まいちゃんもしないの？え、まいちゃん誰と誰としたらいいのそれ。え、かわいい。なんか2人は何なのって、クルアズなの、アズクルなの、どっちなのって聞いたら、うん、どっちがいいですかって言ってて、でどっちがお姉さんっぽいなって言ったら、私です、私です、私です、いや私ですってずっと二人で、いや私がお姉さんですね、いや私がお姉さんですって二人ずっと言ってた。ありがとう。左とか右とか、いや大事ですからね、そこはどっちだろうなって考えてたんですよ。なんかいいですね本当に。なんかそういうのを見るとすごく微笑ましいです。もうなんかどんな立場って感じなんですけど、なんか本当にありがとうって思います。そう言ってね、癒してくれて、見せてくれてありがとうって。なんか尊いとはこういうことを言うんだって思いますね。ありがとう、ありがとう。起きまい？いやね、そう起きちゃうからね、スペースしようやって来たけど、そうちょっと近々二人の時間があればやります。でも起きちゃん今なんか稽古中みたいで、そう何か初日始まったみたいな、その稽古が始まったんだよねって連絡が来て、で「友達はできた？」って言ったら「できるわけないだろ」ってまだ1日目で「できるわけないだろ」って来て、まあ起きちゃんならすぐに「もうできるよ」って話をしました。ありがとう。ありがとうございます。初見さん、中村舞です。愛媛県出身です。あ、うん、なんかあずみん、そうそうあずみんと同じ舞台で、そうでもおきちゃんがなんかそのあずみんのことあずまんって呼んでて、あずまんって何みたいな、なんか最初にそうなんか連絡した時にあずまんがまだなんだよねみたいな言ってて、えあずまんって誰みたいな言ったら、あずみんのことで、あずみんのことあずまんって呼んでるね。あゆみんさんをあゆまんと呼ぶのと一緒
なんで、あずみのことあずまんって呼んでたよ。マイクありがとう。ありがとう。髪飾りに見える、え、これ？ちょっと待って待って、こっちに行きたいんだけどね、ちょっとよいしょ、充電器がよいしょ、髪飾りじゃないよこれね、ライト、五光を尊い感じにこうしたいと思います。なんかさ、昨日、そう、昨日さ、なんか休憩中にパッて、なんか机にね、携帯があって、誰かのパッて見た時に私のメールが開いてあって、お？なんで？多分リコチのだったんですよ。で、さらにはなんか後でサラピに4年間私のメールを取ってるみたいなの言われて、で、今まで怒られるかと思ってあんまり言ってませんでしたけど、私は4年間あなたのメールを取ってます的な感じのこと言われて、なんかちょっと私のメールを取ってる2期生がいるって考えただけでちょっとドキドキしちゃって、いや、リコチも多分取ってるの。いや、なんかちょっとメールを打つたびに思いますね、いや、これリコチとかにも届くんだって。ちょっと見られてるよ、なんかね、ちょっとメンバーに見られるのはまたちょっと別な感じの感覚です。ありがとう。リコチが最近私のことマイちゃんって言ってくるんですよ。なんか急になんですけど、なんかマイちゃんみたいに言ってきて、マイちゃんおはようございますとかって言ってくるんですよ。なんかマイちゃんっていう人本当にいないので、メンバーとかでも。なんかなんかおってなります。なんかまいちゃんって呼ばれるとなんか新鮮。ソラハマイちゃん呼びだね。確かに千穂ちゃんも。マイちゃん呼びだ。あとはでもいないかも、マイちゃん呼び。リコちゃんは前にはマイキューさんって呼ばれてたかな、大体。うん、
ファンの人は待ち浴びが多い。ねどうだろう、マイキューっていう人も結構半々ぐらいじゃないかな。マイキューの方が多い気がする。なんかマイちゃん、マイキューが一番多くて、その次にマイちゃんが多くて、その次にマイかな。でその他はまあ中村さんとかキューちゃんとかかな。どれが好きか、どれでも好きだよ分かんない、こうやって呼ばれたら嬉しいとかあんまどうだろう。そんなにないかも、こだわりは。中村さんはね、なんか別になんかこうなんですか、こういい感じでなんか言われるから、全然そんななんかそう距離遠いなとか思わないですね。なんかお話し会とかで中村さんみたいなそうはーいって感じで、そう中村さんって感じだから、そう全然中村さんでも全然。マネージャーさんから中村基本みんな苗字だと思う、苗字かまあニックネームかなのかな。最近の悩みはなんか呼ばれるってなった時に中村が岡村と聞き間違えたりするんですよ。そう岡村って言われたのがもう中村みたいな、あって言ったらあ違う岡村とかって言われて、あはいすいませんみたいなそうなんかこの中村と岡村そっくりでいつも聞き間違えて、なんか呼ばれてもないのに言っちゃうんですよね。で言ってあ違う岡村って言われて、あはいみたいな。そう今村さん、そうみちゅさんいたんですけど、そことはまた違う、そのなんか岡村中村めっちゃ似てるんですよ。確かに一文字違いだからか、多分ね。そう岡なんか聞き取れなかった時に岡村って言われたらどっちか分かんないじゃん、岡村なのか中村なのかそうなんかちょっと分かんなくて言ったら違うみたいなことがよくある。最近の悩みです。最初のね音はそう、その場合まずリオツに行ってもらって、その後違ったら行くで、なんかあれじゃない、二人で行く方がなんか先に行ってこいってめっちゃ嫌な先輩じゃん、分かんなかったからちょっと行ってこいってやばいって。ありがとうございます。
ありがとう。今何時か見よう。あ、半ぐらいだ。28分。早いですね。なんか時間が経つのマジで早い。ありがとうございます。眠くなんないか、うん、なんか移動中寝ちゃったからかな。そう、ありがとうマイク、マイク、マイクありがとう。花間逃げた。週末ね、あの生誕祭ですよね。生誕ってあるよ。みんな来てくれますか？生誕祭スピーチね。不安、うん、うん。頑張ります。もうすごい行くって言ってくれてる人がありがとう。なんか今ドキドキしてきた。なんかまだなのに、いやードキドキさせないで。勝手にドキドキしたんだけど、うん、そう一般販売なく、そうなんですよ、もう先行でありがとうございます。配信最善ありがとうございます。いや嬉しいよ、配信でも見てね。ありがとう。手紙ね。ありがとう。考えてる？スピーチ？うん、まとまんないけど考えてるよ。でもさ、いつもさ前日に全部まとまるの大体。あのなんか誰かへの手紙を書くってなった時も大体前日にまとまる。なんかおきちゃんの手紙も毎日ちょこちょこ考えながら思ったこととか書いてたりしたんだけど、大体終わったのは前日だったんで、前日に終わります。覚えるの？手紙作るの？なんか手紙とかに、手紙とか紙とかに言いたいこと書く。私さ、なんか紙なしで喋れってなったらね、喋れない。なんかあ、なんて言うんですか、一回あったんですよ。なんか何も書いてなくって、こういう気持ち話そうとか考えてで挑んだんですけど、いざスピーチの時になったら頭が真っ白になって、言いたかったことが全然言えなかったし、なんかうまくまとまんなくって、で本当にあんまりなんかうんって感じだったから、もう用意するようにしてます。忘れないようにしっかりその時に伝えられるように。
もありがとう。意外結構緊張しいで。アドリブで喋るのは苦手な感じ。うん、苦手苦手得意じゃない、喋りません。不得意です。まあ、あの温かい目で見守ってください。ありがとう。このお花、何のお花かわかんないけど、何のお花なんだろうね、ずっと思ってたけど、これありがとう。ユリかな、ユリじゃない、いや、喋らなくてない。いや、喋りたいよ。いっぱいね。も私も MC とかもそんなに、もう昔、昔はもっと多分喋ってなかったんですけど、あんまり得意な方ではなくて、本当に。うん。本当に本当に、でもね、そう、この間もなんだけど、最後の7周年ツアーの広島の時だったかな、1日目が終わった日だったかな、反省会した時に、まあ、ココアさんがね、さ、もう最後なんですけど、本当広島だから最後だったんですけど、本当に3期生も全員いて、みんなで反省会というかミーティングした時に、ココアさんが MC のことについて言ってて、なんかその MC のメンバーに選ばれたら、あの、せっかく選んでもらったんだから、何でもいいからマイクに乗せて喋ろうみたいな、本当に本当に何でもいいから、相槌でもいいしみたいな、なんかなんか喋って、そう、ココアさんってやっぱ MC とか本当にいたらすごい安心できるメンバーっていうか、そう、でもココアさんもすごい考えてて、そう、で、そうそう、なんかその場をしっかりと、そう、なんだろう、なんか爪痕を残そうとするのは難しいですけど、でもしっかりこう喋ろうって意識を多分ココアさんずっとしてるから、そう、そのことをずっと言ってて、そう、なんか私も改めて思いましたね。そう、ココアさんは結構ね、 ST48 を離れる前にいっぱいいろんなことを言ってましたね、メンバーに。うん、本当にここはこうしようとか、ありがとうございます。うん。
いやかっこいいよ本当に。もうなんかココアさんの X がさ、なんかもう KLP って書いてあってさ、なんかあーって実感しましたね。なんかうん変わってた。そのままでいいよ。あ、 ありがとう。でもなんかそのままでいいよって言ってくれるのはもうみんながそう言ってくれて嬉しいけど、自分がそう思ってはいけないと思うので、はい、まあね、個性をね大事にすることは大切ですけど、挑戦はしていきたいですね、いろいろと。でもそうみんなが言ってくれたら嬉しいですよ。ありがとう。飲んでた、コーヒー飲んでるよ。あ、ちょっとリップも置いてある。コーヒーとリップ。曲名みたい。なんかさ最近さ AKB さんのそう曲全曲みたいな流して聞いてたらさ、なんかさもうなんだこれもう懐かしいこの曲って思うのがいっぱいあって、なんかなもうそこいっぱい流れてきて、そうなんか連続で流れてきたんですよ。なんだろうと思ったら、やばい、なんだっけな、何のアルバムだったかな、うわー、なんかアルバム神曲じゃなくてね、なんだったっけな。思い出せない。オーバーテイクとかが入ってるアルバム、少女たちよ、いや、なんだったっけ、ハイスクールデイズとか入ってるアルバム、なんかそのアルバムが多分自分一番学生の頃に多分聞いてたアルバムで、めっちゃうわー懐かしいってなって、ここにいたこと、え、ここにいたことだったか、アルバム、え、どうだったかな、あの何ですか、ジャケットは出てくるのに名前が出てこないっていう失態、今頭の中にジャケットは出てるんだよ、このあこのジャケットって、ジャケットどんな感じ、赤みが強い感じがする。キラキラしてる。サーカス、あ、恋愛サーカスとか入ってる入ってる。なんだっけ、でるる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 、昨日よりもっと好きとか入ってる。
私の青春時代だ、これ私の青春時代でもあるかも。なんかわがままコレクション、そうそう、いっぱい入ってる。なんかあ、赤いならここにいたことかな。そうかも。なんか車でいつも流れてたからかな。なんかね、そう、うわーってなになりましたね。な、あのお母さんの車でいつも流してたんですよね。ね、STU のアルバムも全シングル入ってる。そう、ね、私の好きアルバムです。ここにいたこと、ありがとうございます。昨日よりもっと好き、テレレレレルル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 ルエイトさん思い出す。え、でもなんか調べてたら結構チームエイトさんが踊ってる動画が結構あった気がする。ラップはイントロに、どこラップ、あー、え、あれ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 、ラップ、ラップか。ラップといえば青春時計、青春時計ラップ。でもラップ並みに早いよね。え、どこがラップ？待って待って。ラップがある曲って、でもなんか限られてない？グリーンフラッシュはね。グリーンフラッシュか、もうなんかパッて出てくるのは、涙売りの少女。とか。ラップってあるやつ何なんだろうね、他にある。グリーンフラッシュはね、確かにあの B メロがラップですね。全部ハイテンション、確かにハイテンションラップあるね。あれあるよね、あれラップだよね。ちょ、 STU もないですかね。ラップ、ラップがある曲。涙ぶりの少女、あの後半らへんにある。でるる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 。ちょっと歌詞がわからん。
STU は合唱？そうでした、合唱です。いや STU ラップしてるイメージないね。 STU もラップができたらちょっとびっくりするかも。でもなんかいいけどね、ラップしようよ。私ラップ得意じゃないんだ、ラップはちょっと得意じゃないんですけど、ありがとうございます。向かってったはずなのになぜ辛い、本当は好きだったんだろう、恋だって認めなかったフィーロー、強がっても心は丸見え、沈んだその子エモレのラビュー、傷ついてそう痛くてもちょっと強くなる。中村ラップ？私があんまラップしてるイメージなくない？泳いでる回遊魚友達はメールだけ、海の底で暮らすような、なんだっけな息苦しさ持て余したこの時間を、頭の中が今もう涙うりの少女になりました。ありがとうございます。本当にありがとう。本当カラオケ今度しよう。カラオケでもカラオケに入ってんのかな。いやダメダメ、ラップの曲はちょっと不得意だからちょっと駆け込んでありがとう。今何分？50分だった。練習？分かりました。でもさ、カラオケってミュートでもできるんだよ。知ってた？なんかカラオケ中にミュートにしたらみんなには何もあれです。そう確かできるはず。みんなには何も聞こえないけど自分には聞こえて歌ってるみたいな。そうだからそうダメだってなったらミュートにする。そうよ、意味がない。本当に意味がないけど、どこ歌ってるか、それはすごい。それでさ、みんながコールを入れれるかすごくない？入れたらすごいよね。でも口の動きで、独身術。いやダメだ、私なんかミュート苦い思い出あるんですよね。なんかミュートで喋ってて、ミュートになって喋ってた時になんかそんなこと言うなみたいな、なんか結構ガチめになんかそんなこと言うなんて最悪だみたいな感じで、なんかちょっと怒られるじゃないですけど、なんかそう独身術で怒られたことがあって、なんでちょっと
そんななんかな何の悪いこと言ってないけどって思ったけど、そう独身術でたまに怒られることあるんで、なんかねちょっと当たってたの、いや何を言ったとか何も言ってなかったから分かんないけど、ちょっとミュートの苦い思い出があるわ。ありがとうございます。もう今日も終わってしまう。55分ぐらい？あ、53分？腹話術で応戦、腹話術しようか。ショールーム終わったら寝るだけ、お風呂に入ります。もう絶対に夜にお風呂に入って寝ます。もう絶対に今ここで誓おう、みんなの前で。私は夜配信が終わったら絶対にお風呂に入ります。約束だよ、約束だよ約束。強い気持ち、そう思ってる。みんなお風呂に入った？お風呂頑張れ。そう、なんかみんながお風呂を応援してくれるの、私もう本当にお風呂を応援される世界本当に嬉しい。お風呂頑張れありがとう、お風呂頑張る、頑張ります。やった、何キャンセルって、お風呂？なになになに、明日ちゃんと入ったか報告してね。うわ、なんかこれ言われたらなんかちょっと重りになってきましたね何風呂キャンって、何風呂キャンって何ですか、お風呂キャンセル会話。なんか最近ね多いよね、なんちゃら界隈みたいなの。なんかさ自然界隈だっけ、なんかわかんないけどさ、何でもかんでも界隈ってつけちゃうの、なんちゃら界隈みたいな。何お風呂キャンセル界隈って、うん、お風呂入らないみたいな、夜なんかなんちゃら界隈みたいなそのお風呂なんなん、お風呂をキャンセルする人たちのこと。なんか自然界隈はなんかね、なんか緑と写真を撮る人たち、なんか緑の木と写真を撮る人たちのことを自然界隈みたいな言うみたいな。シャワーで済ます、いやなんかね、そうなんちゃら界隈なんか流行ってるっぽいよ、なんたら界隈。私は何界隈、クリボー界隈やばい、界隈って言い過ぎたらゲシュタルト崩壊してきた。ラーメン界隈、確かにラーメン界隈かも。ありがとう。おやすみは、おやすみ。え、待って。あ、57分。じゃあちょっと壇上読む界隈。なんでちょっと壇上呼んでみようかな
タメですさん、ゆうくまさん、いずみんさん、くまねパパさん、まつくんさん、今日までの笑顔が誰かを救うさん、フレッシュメロンさん、阿部寛さん、南波のひさとさん、のすけさん、シーサーさん、おっさんのサムさん、1位はドゥン、東京のそらさんでした。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。おやすみ。明日はやばい、何曜日やろう。木曜日ぐらいかな。水曜日か。うん、明日って何曜日だ。あ、水曜日か。水曜日だった。明日は水曜日だよ。週の真ん中。あ、本当ありがとう。また明日。皆さん一日お疲れ様でした。おやすみなさい。ゆっくり休んで、いっぱい寝て、いっぱい食べて、いっぱい寝る。お風呂、お風呂頑張る。おやすみ、おやすみなさい。また明日、配信見てくれてありがとう。やすみ、おやすもう。Good night. Meow meow. Wow.